思ってたようなことを描いてる映画だったのに、その思ってたようなことが描き方が全く違うことに驚いた映画です。ああ、なるほど、うん。シネマサロン、映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします、うん、本日は、ショックドゥフューチャーについて語ってまいりたいと思います、はい、先日今週末注目作品で、うん、ショックドゥフューチャーのドゥは何だろうという疑問は何だろうと説明したじゃん。なんで評価しましたか。その通りでしたか。ちょっとまだよく分かんないと思うんだから、英語とフランス語をミックスしてるんですね。それは間違いないです、ね、まあフランス映画はフランス映画ですよね、うん、フランスが舞台だし、うん、でもやっぱ音楽が結構音楽用語に英語とか入ってるんでしょうね。そうですね、それはあるんだと思うな、はい、多分、はい、まあこの映画は主人公のね女性が、うん、まあ自分で音を、シンセサイザーの前ですごい作ってて、うん、であこうからはこういう音楽だってすごく強く思ってるんだけど、うん、まあ、なかなかねそのプロデューサーとか CM のお話持ってきたおっちゃんには全く理解されないっていう、うん、その前に一言言っていいですか。あ、どうぞ。あのこれは思ってたようなことを描いてる映画だったのに、その思ってたようなことが描き方が全く違うことに驚いた映画です。ああ、なるほど、ね、うん、はい、そこから入りたいです。そうですね、うん、はい、というのは、あの映画見る前はネタバレにはないですね。ネタバレになります。あ、なりますね。だからネタバレ嫌な人はもうここでやめていただいて、はい、見る前はそのフランスの電子音楽黎明期に、その男社会である音楽社会に立ち向かって頑張っていく女性ミュージシャンが、日本のローランドのリズムマシンを手に入れてさらに躍進していくっていう話かなと思ったんですね、うんうん、でそれは間違いではなかったんだけど、うん、なんと1日の出来事で 85% までが実質のみ。そうですね、これにちょっと驚きました。そうですね、まあ、だから舞台できるよね、だから、うん、だからあの鑑賞後に、うん、ここで終わりみたいなちょっと拍子抜けの方もいらっしゃった。まあそうなんだね、うん、いやでも1日が終われば終わる映画だから。まあそうなんですけど、ほら一般的には、うん、一般的でよくあるパターンは、うん、そこで新たな才能を見出されて成功するか、もしくはすごく大きな挫折があるかみたいな感じ。だからドラマじゃないんだよね、うん、それ本当にその一日の出来事を彼女の実質だけで描いてる映画、うん、なんかちょっと本当にドキュメンタリーっぽいっていうか、うん、実際に、あ、そういうでもやけに長すぎないこの人の一日一日としてはね、あんな一日あんなに時間ある。朝起きてからパーティー終わって、この人の一日は48時間ぐらいあるんじゃないかと思っちゃいました、うん、本当にね。だって音楽も作ってるしパーティーもやってる しかもなんか途中で始発の手術まで知ったよ。ああ知ってたね、アルバイトでね。ああびっくりしちゃったよ、あれいる。しかもあれあれ入れたら本当48時間になっちゃうよ一日。だから多分あれ、ね、しかもさ、やっぱすごいのはさ、はい、普通はね実質から出ないだろうと思うじゃない、うん、だから出るじゃん一瞬、ね、で出た時に普通はだから今まで実質にいて出るから、そこでなんかこう隠喩みたいなものを使うと思うわけよ普通は。つまりさ、まあ、あの街中の風景とか風景セーヌ川とかね、だからそれを使いながら彼女がこれから躍進していく未来フューチャーをね、エッフェル塔とかね、まあなんかわかんないけど、はい、なんかね成功なのか挫折なのか、もしくはその今まで閉じこもっていた実質から出たその開放感を、その空気感みたいなものとか、その街の喧騒によるその賑やかなエネルギー感みたいなものを演出するかと思いきや、ほとんど拙者であの遠くの背景全部飛ばしてんだよね、うん、何のために外出したのかと思ったわけよ、うん、だから全くそういうことに興味のない監督なんだなと思うわけよね、うん、多分だからそういうよくある隠喩みたいなのを、まあ、逆にやりたくなかったっていうか、なんかそういう映画的なテレンテクだとか手法みたいな、テクニックなものとかレトリックみたいなものをほぼだから使わないまま映画を終わらせたかったんでしょうね、うん、だけどじゃあ別に外出さなくてよくねもういきなりスタジオ行っちゃえばよかったのに、もう
なんだ君ちょっとじゃあ僕の知り合いのスタジオでも行こうよっつって、うん、別にあんなセーヌ川のほとり歩かせなくてもいいんじゃねみたいに思うわけですね。しかもだから未だによくわかんないんで、あの外のシーンいるのかなっていう、うん、不思議、うん、本当に、うん、なんかスタジオのロビーとかで喋らせればよかったんじゃないっていうふうに思うんだよね、うんうん、しかもさ、パーティー今日夜やりますってまさか実質とは思わなかった。そうそうあれにはびっくりしたよ。そうそうそう、そんな有名なプロレスはお前の部屋来るわけ、まあ、もちろんお前の部屋じゃないんだけどさ、うん、でもなんかこうまあシンセサイザーでかいのも置いてあるじゃないですか、うんうんうん、通称タンスと言われるようなね、うんうん、YMO の初期に使われてあれもなんか引っ掛けてコードとかね酒とかしかもさ打ちまけんじゃねえか、借りてきたリズムマシンとかに酒とか乗せたよ、で灰皿をやったりとかね、うん、信じられないよね。俺も日本人的な感じからこんなおめえ人から借りて 何十万とか何いや相当高いマシン、60万だっけ6000いくらだっけ、いくら忘れちゃったけど、うん、まあだけどあんなものをあんなとこにさ置いたままするだって、うん、って思いましたね。まあでもさそれはするんだろうなフランス人は、フランス人はするでしょうね。でもだからさあの、まあ、結構これに怒ってる映画ファンの方も多く、うん、なんつうかな、多分そのあまりにもシンプルな作り、その映画的な教師とかテレンテクだとかレトリックなものをほぼほぼ使ってないじゃない、うん、しかも1日48時間ぐらいだし、うん、なんかちょっとやっぱりこれに金出すのはなっていう人もいたけど、僕は結構これはこれなりに可愛くて、うん、まあ、あとその主役のねアルマ・ホドロフスキーが結構やっぱり魅力があって綺麗で可愛いじゃない、うん、だこの子だったらまあ48時間ぐらい見てやるかっていうのは思うよね、うん、でなんか周りにねもっと迫られるのかと思ったら、ね、全部ブロックしてそういうシーンは一切ないですもんね。あのさキスぐらいしてやればいいじゃんと思って思うんですよ、ね、だってフランス人挨拶でキスするじゃん。そう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 、でもほらチュンぐらいならプロデューサーがなんかにキスされてちょっと嫌がってましたよ。嫌がってたよ、うん、でもプロデューサーにキスさせるならさお前60万円のローランド借りだったらお前あの技術屋さんっていうかなんか、あの俺さあの電気屋さんはさすごいキスしたがってたよ。いやしかもねあの電気屋さちょっとそれだったらなんか欲しいよなご褒美にって言った時に一発やらせろって言ったらまあそうでしょ、なんだキスか、いやでもキスって言ったじゃん、もちろん本音は一発やらせろだと思うんだけど、そう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 一応キスって言ったじゃん、まさか俺キス拒むと思わなかったよ、ね、キスぐらいしてやれよローランドを、ね、なんてこう厳格な女なんだろうと思ったびっくりしました、はい、だからそういう意味で、はい、私はこの時代に、それこそ音楽大好きで、うん、自分が好きだったバンドが、15歳ぐらいですか、はい、もっとかな15歳、1978年15歳16歳、17歳、はい、まあ、だからもう高校2、3年だからね、リアルタイムなので、うん、あの映画の中にも出てくるこうねクラフトワーク、クラフトワークね、クラフトワークね、しかもアナログ LP ですわ、僕はクラフトワーク撮ってもらって、はい、カセットで聴いてた。あ、これ素晴らしい傑作です、うん、傑作でしたね。で、このアウトバーンもねなかなかいい、 あとねスローピンググリッスル結構あのニューウェーブのそれ何自慢するためにわざわざ持ってきた。このスローピンググリッスルもね中で出てて、あれ日本で YMO が出てくるのいつ頃だったっけ。まあほぼ同時期、ほぼ同時期だよ、ほぼ同時期だってな。あ、でもその前に細野さんはあそこ、うん、ハッピーエンドだっけ。いやでももう YMO の多分アメリカ公演とかやってるぐらいの時期だったんですよ。あ、そう、うん、まあ、だからローランド の、うん、あのこの78っていうらしいんですけど、その、うん、次に808っていうのがあって、うん、それ通称八百屋っていうんですけ ど、それについてはこのパンフレットの中で西野卓球さんと野田さんがあの、まあ、対談されてて、まあ、この対談もなかなか面白かったですけど、西野さんは多分この頃中学生ぐらいかな。そうです、彼はもっと若いんで、もちろん若い、ね、はい、ただ多分彼はリアルタイムではなくて、うん、だん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 過去に遡ってそういうバンドとかに詳しくなったんだと思いますけど、だけどそういうリアルタイムで聴いてた身からすると懐かしいバンドがいっぱい出てきたのと、それからあれこれって俺も知らねえなみたいなのが、どっかベルギーかなんかのバンドのことを言及されてたのはすごくあのあこれはっていうふうに思いましたが、あのね残念ながらねその出てきたバンド全部出てないの、入れといて欲しかったな。入ってないの。入ってないんです、ね、それは片手打ちじゃなくて両手打ちじゃない、うん、あの石野さんが結構バンドについては言及はされてるんですけど、でも普通それ、うん、あのディスコグラフィーを入れといて欲しいよ、ね、そうだからね全部調べて
入れといてほしかったなって、まあ、ちょっと1、2個分かんないのがあった。 IMDB 見れば出てるかもしれないかもしれないですけど、うん、まあ有名なバンドがすごいいっぱい出てくる。でもそれは片口だよね。そうなんです。それは入れといてくんないといいんだよね。ちなみに先日拝見して、うん、本日一人で収録した、うん、パブリックイメージイズロットン収録した一人で収録しました。でそれはね、うん、素晴らしいことに全曲ずってば全部収録されてました。まあ、それ当然だよ、まあ、特に音楽映画なので、うん、アップエンターテインメントさんそれが収録してて欲しかったな。アップと驚くよねそれ本当に。あとでもこの映画をアップといやアップアットさんなんで買われたのかなってちょっと聞いてみたいな。そうだ、確かに一部の映画ファンがちょっとシンプルすぎてちょっとこれはねんじゃね、うん、わざわざこれ日本で配給会社買ってやるほどの映画っていうふうに思う人がいるのもわからない、まあ、わかんないでもないかな、うん、僕は全然払った1600円払った価値はある映画だと思いましたけどね。ちなみに、うん、この対談でね石野さんがテルミンについても言及されてて、テ ル, ミン、ねうん、テルミンとも全然違う。だからそのなんだっけ電子音楽ってアナログ時代の電子音楽と、うん、そのエレクトロニック電子音楽これ言い方おかしいかそのなんていうの、デジタル電子音楽とその登場電子音楽ってなんかデジタルになってから要はエレキギターもエレキっていうぐらいで電気を使って増幅したギターですからね、うんうんうん、だけどなんか世の中の人って電子音楽ってデジタルになってから出てきたように思ってる人もいると思うんだけど、うん、アナログ時代の電子音楽って結構いっぱいあって、うん、テレビなんかまさにその代表的なあれだよね、うん、楽器だよね、うん、なんかこう手で触って音するって変わるでテレビは、ね、すごいヒットしましたからね。まあね映画としても、うん、面白かったしね、はい、しかも結構テルミンはいろんな映画音楽でも使って確かヒッチコックがテルミン使って映画音楽あまあヒッチコックやったわけじゃなくてねバーナード・ハーマンだと思いますけど、うん、まあ結構いろんな恐怖映画でもとかそういうのも使ったりしていちいちやんなくていいよって顔しなくてもいいけどいや、いちいちやんなくていいよって思いました思いましたよね、今ね、すごくよく顔に現れる方なんですぐ分かりました正直やめましたまあ、いうことで、結構その、なんていうのかなその描き方として、1日、実質非常にミニマルで、しかもその映画的なレトリックみたいなものをほぼ使ってなくてまあ、シンプルだけど、なんかこう、可愛らしくてチャーミングな映画だなっていうふうに思いました。まあ、ほぼまあ主演一人で周りの人たちは出てくるけど、うん、まあ青春映画っちゃ青春映画なんですかね。疑問は一つあって、うん、始発のシーンいるっていうだけです、うんうんうん、始発のシーンいるっていう始発のシーンね、うん、ああバイトしてる始発ね。いるかな、まあ、尺稼いだんじゃないですか。いやいらないと思うんだけど、うん、あれは何か彼女のその愛嬌的なことなのかしら。なんだろう。いややっぱりほら音楽だけじゃ食っていけないっていうのを表現したかったで。でも始発、うん、おかしくないそれ。なんで彼女は始発的に、まあそんなことはどうでも。でもわかんないですけど、フランスの当時のサブカルみたいな感じじゃないんですか。いや今でいうヨガみたいな。そんなあれ手先が器用なのを見せたかった。フランス人にとっては始発なんてなかなかないんじゃないですか。いやそんなことない。マッサージはあると思うよ。そうかな。うん、いや始発かマッサージかっていうのはそのあそこでね、うん、瞑想系のタンジェリンドリームかなんかかけてたらいやお香とかバンバン炊いてるとかそうするとちょっとまたね、うん、雰囲気が変わったんですけどね。でもなんか普通の始発だったよ。そうしかもなんか親父セクシャルな意味で通ってんのかと思ったらそうでもないみたいな。いやそうじゃないですよね、うん、割と普通に直して、うん、じゃあ相当腕がいいのかっていう気もしないでもない。だから俺そこで BGM でなんかそれ風の音楽かけてると、うん、そう余計シンクロしたんだなと思いますいやいやだからそれったら余計おかしいでしょ。そうかな、うん、なんかだから始発のシーンだけちょっと謎なんか意味があるのかな。あれなんかパンフレット書いてないの始発のシーンの意味とか多分書いてない。あれだけちょっと謎だったな。あれだと本当1日48時間ぐらいになっちゃうよなっていう気がするんだけど。まあでもそのねミュージシャン志してる人とかだと共感するとこも多々ある。いやっていうかミュージシャンだけじゃなくてやっぱり何でもそうだけど、まあアーティストお笑い芸人、まあ俳優さん、何でもそうだけどやっぱりその売れる前前夜って
そのなんつうのかな、自分がやりたいことをやりたいがために、その売れることに不信してしまう、うん、彼女もさ、自分が作る音楽が楽しいとかそういうことよりも売れたいって気持ちがこう前に出てきちゃうじゃない、うん、あのなんか売れたい欲望と自分が作りたい音楽の狭間みたいなものが、やっぱ彼女がどこまでその送り手が意識したか分かんないけど、それが垣間見えるのが結構僕は可愛いと思いました。そうですね、だから、うん、あの確かに竹内さんおっしゃる通り、これが作りたいっていうよりも今からこれが絶対流行るのにみたいな感じですもんね。そうそう、うん、だからいろんな欲望が混ざってんじゃない、うん、売れたい欲望、だから売れれば自分の好きなことができるから、うん、その逆転現象なんだけど、うんうん、まあ、それがあとそのなんで世の中の人はこんな自分がつまらないと思う音楽ばっか聴くんだと、もうこれから絶対これが流行る、だから私が流行らせて見せたいっていうね。でパーティーでウケるじゃないですか、うん、自分が作った曲がみんなノリノリになっちゃって、うん、やっぱりこれだと思ったのにプロデューサーに、うん、まあちょっとみたいに言われちゃうとこはね、うん、あれなっちゃっちゃう。でも大体さ、偉い人はさ、新しく出てきたものを批判する、批判っていうか反対側にもあるよね。そうそう、だからよく分からないから新しいんだよ。っていうか彼が分かるようだったら新しい音楽じゃねえだろうっていうのもあると思うんだよね。分かる人もいるだろうけど、それこそ YMO がね、スネークマンショーで、プロデューサーに新しいバンドがこれどうですか、いやいやもうこんなん古いよって、こういう音楽にしてって、でテクノ持ってった、テクノなんか古いよって、で毎回こう次々新しいもの持ってこいって言われるのを思い出しました、ね。まあ、新しいものだけじゃなくて、やっぱ自分がよくわけのわからないものをみんな否定するよね。そう、今思い出したんだけど、誰に聞いたか忘れたけど、寺尾明さんが、うん、あのアルバムの曲作ったじゃない、あのなんだっけ、ものすごくヒットしたルビーの指輪、ルビーの指輪で、あれをその当時石原プロにいたから裕次郎さんに相談して、アルバム出したいんですって言ったら、なんか周りの人がこんなお経みたいなやつをお前こんなもん世の中出してどうすんだって言ったらしい。したら裕次郎が、まあ、アキラも好きなのやらせてやれって言ったらしくて、そう知ったらもう超大ヒットだったんだけど、大体みんなわかんないよね、そういうの。映画業界もあるあるじゃないですか。まあ、あるあるです、ね、みんながなんだこれっつってバーンってこうね、みんな蹴って、うん、しょうがないっつって某社さんが拾ったのが冬のソナタだったりしますもんね。あ、そうなんだ。そうですよ、あれ散々みんな蹴散らかして、うん、あんなもん誰が見るんだよっつって、最後にバップさんがやったらドッカーン。そうなんだ、知らなかった。そうそう、ムトゥ踊るマハラジャとかもそうです。あ、ムトゥはね、うん、まあ、ムトゥは有名じゃないですか。でも冬のソナタもそうですよ、うんうん、あね、何十億、まあ、でもそういうもんだよね。そうそう、新しかったり、そうそうそう、ちょっとやっぱり異質なものっていうのはなかなかこう受け入れられないですよね。よくあの森田芳光監督もおっしゃってたけど、その今までの概念っていうのは絶対当てにならんっていうね、うん、でもそれで商売したのギャガさんだったけど、うんなかなか難しいよね。まあ、だからあの技術者さんとかね、ニーズとシーズとかって言ってね、みんなが求めるものと、うんうんうん、ここにある新しい技術が、じゃあ最初こっちがね、みんな何か何者かは分からないから、うん、そこを評価は誰もしないでしょっていう。だけどニーズにって言って作ったものは売れるとは限らない、ね。そうなんだよね。いや、ニーズだと思ってるけどニーズじゃないかもしれない。そうそうそう。だし、もうとっくにニーズが古くなっちゃうとかってもありますからね。うん、あるある。もうあの行き渡っちゃってるとかね。そうそう。多分だからね、音楽業界に限らずそういうことはいろんなところで、うん、誰も知らないところで新しい才能は生まれてるのかもしれない。新しい才能ってのは常にそういうもんだよね、うんうん、まあでもなかなかあの映画としては楽しい、可愛らしくてチャーミングでシンプルな映画でっていう感じですよね、うん、はい。まあ、僕は面白く見ました、はい、特にだからそういうアーティストとか、まあ、いろんなね、うん、あの才能とかそういうことに興味のある人は、うん、ちょっと悩んでる人とか見るといいかもしれないですね、うん、そうですね、はい、ということで本日はアルマちゃん可愛かったし、ね、ショック、そうそう、可愛かったです、うん、ショックデューフィーチャー、あのホドロスキーの孫娘とはちょっと思えないですね。語ってまいりました、はい、はい、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。どうもありがとうございました。